M はマキシマムの M、 M はマックスの M、 M はマッハの M。 それはいいんだけど解決しよう。なぜ M なんだ。ん？なぜそんな自明の理を尋ねる。逃げ惑う守護神。世を忍ぶ仮の姿がイトップなんだから、解決 I とか解決 P の方がよろしかろう。もしや諸君、私のファーストネームをお忘れか。忘れるも何も覚えてねえ。そんなに恥ずかしがらなくても。そう、諸君知っての通り、私は正義、伊藤正義。よって必然的に M。 早く投げてよイトップ、文待ってるじゃん。はい、それじゃあ。お兄ちゃん、ひょっとしてピンチかな。ああ、ピンチもピンチ、すげえピンチだ。でも大丈夫、ふみ、きっと優しいお姉さんが手加減してくださるから。バーカ言ってんじゃないわよ。勝負は勝負、妹だろうが親友だろうが叩きのめす。イトップ、頑張って。もちろんです。ともさつきちゃん、ここは伊藤じゃなくて怪盗 M の底力を引き出すために何か人参をぶら下げなきゃダメだよ。え？人参？ほうび？はあ、ああ、うん。伊藤君、それ、そのスプリット取ったらご褒美。
魔法なんでごじゃりまするとご褒美そうねキッスなんてどう、キス for you解決 M 正義最高よっしゃフミ行くぞおおゴーこいつはちょっと難しいな。どうしよう、どうしよう、お兄ちゃん。どうするったってお前、あとは俺が投げるだけなんだから。そうだな。ここは那須総一の底力を引き出すために何か人参をぶら下げなきゃダメかな。勝負はついちゃいねえ。え？そいつは勝っ
ってからのお楽しみに取っておくぜ。うん。ナス、脅かすな。ほう、綺麗にまとめたとか思い上がるなよ。ふみちゃん、頑張って。ちょっとタイムタイム。お、お兄ちゃん。大丈夫大丈夫、いいんだこんなの。こんなものどうせ遊びなんだ。別に世界が終わるわけでもないし、フミや俺が死ぬわけでもない。田舎に帰って土産話の一つにすればいいさ。お姉ちゃんに勝ったってな。うん。あ、お兄ちゃん。なんだ。ここは岩佐文月の底力を引き出すために何か人参を。マジかよ。よっしゃー、明日一日俺お前の彼氏。オッケー。そんなのありだよ。しょぼん。いや、解決 M よ。今日のお前は本当にかっこよかった。見直した。いや、むしろ惚れ直した。しょぼん。そうだよ、お兄ちゃんの言う通り、イトッポお兄ちゃん、とってもかっこよかったよ。おお、
戦いに敗れ果てた騎士のブロークンハートを理解してくださるのか。やはりプリンセスのお心は実にお優しい。だから元気出して。もちろんですとも、姫。ぜひこの後フルコースディナーなどをご一緒に。ああ、残念ながら海はお兄ちゃんと一緒に帰らなければならないのです。なんとシンデレラ、どちらまで帰られましょうぞ。ぜひぜひエスコート役はナスビンなどではなく、この私めに。お兄ちゃんのお部屋までなので、エスコートはそういちお兄ちゃんでいいです。は？あ、おい、踏みつき。え？あれ、踏みつきちゃん、今日は総一くんのところへ？うん、というより実は昨日も泊まっちゃったのです。ちょっと総一、それってどういうこと？昨日あの後…いや、サツキ、ちょっと待て。順番を追って話そう。なんと姫君、こんな野獣の檻の中では安心して居眠ることすらできますまい。うん、大丈夫。総一お兄ちゃん優しいもん。私、昨日はお兄ちゃんと折り重なって寝てしまいました。総一？いや、だから待てって、話を聞かぬ！解決！今はややこしくなるから黙っててくれ。あのな、サツキ。あ、そうそう、あのねフミもいいから黙ってなさい。私、下着とかも持って行ってなかったので、お兄ちゃんにパンツもらいました。総一、あんたって人、うわ！お姉ちゃん落ち着いて、違うの。本当に何でもないの。私がパンツと T シャツでお兄ちゃんの上に乗っかってマッサージしただけ。誤解だ、誤解なんだ。あ、いや、事実なんだけど、誤解だ。誤解も磯目もお極みもありません。
ゆかりお姉ちゃん、お夕食何食べましょう。そうね、私は何でもいいよ。カレーとか。いいね。ごちそうさま。ごちそうさまでした。よろしゅうお上がりっと。育ち盛りの二人にね。あとラッシーも美味しかったよ、兄ちゃん。そうそう、ヨーグルトも良かったよね。お家に帰ったらラッシーに飲ませてみる。ラッシーはラッシーを飲むかな。牛乳は好きだろうけど、ヨーグルトは微妙だぞ。きっと飲むと思うよ。甘いもの好きだもの。甘党の猫さんなんだね。いいな。そっとしておこう。ボーリングとフミの相手で疲れ切ったんだよ。そっかな。お兄ちゃんにフランスパンチで疲れたんだよ。さて、ゆかりお姉ちゃんも眠っちまったことだし、スパイ大作戦と行くか。あ、はい。お兄ちゃん、星が見たいとか、もうちょっとロマンティックにしようよ。恋人同士じゃあるまいし、必要以上に来らなくていい。ぜバカ、これからだ、これから。あ、はい。息は止めなくていい。うわぁ、難しいよ。看護師さんよりは簡単さ。
休みかな。ふみ、追うぞ。ちょっと早いかもしれん。ついてこれなくなったら置いていくから確保しろ。うん、お姉ちゃんどこへ行くんだろう。お、お引き取りください。客を客とも思わんのかこの店は。ですから、真っ当なお取引ならばいくらでもご相談に乗りますが、あなた様のような無茶なお話は商売ではございません。どうかお引き取りいただいて、頭を冷やしてもう一度お越しください。何を言っとるのだ。全部買うというのがどこが無茶だというのだ。金を払うと言ってるだろうが。わけがわからぬ。ならばわけのわかる方をお寄こしください。あまり騒がれますと、呼ぶ者呼ばせてもらいますよ。ちぃ、わかった。俺が気に食わんならもう今は手の者を送る。結構です。ぜひまたよろしくお願いします。お兄ちゃん、お兄ちゃん、なんだろうあの人。さあ、お兄ちゃんにもわかんないよ。ゴリラみたいな人だったね。見たままだな。怖かったかい？ううん、きっとバナナをあげるとおとなしくなると思う。
ふみは人物観察が得意だね。大事のおじさんによく似てるの。おじさん漁師さんで荒っぽくて不作法で、いつもお父さんが叱ってるんだけど、でも優しいの。そうか。でもあの人は優しくはなさそうだけどな。そうかな。あ、お姉ちゃんが。ん？よ、そういち、脅かさないでよ。悪い。何してんだ、こんなとこで。うん、なんでも。あんたこそ。ん？まあいい空気を吸いたくなった。そう。星か。わかる？案外やるじゃん、総一。誰にでもわかるって。私ね、料理の仕事じゃなかったら星の仕事がしたい。また抽象的だな。なんだ、宇宙飛行士にでもなるつもりか。うん、それでもいい。そんないい加減な。私が来るんだったら、熱い紅茶でも持ってくればよかったね。バカ、変な気を使うなよ。お前がいるんだったら、俺だって缶コーヒーの一本も買ってきてやったのに。なーに、優しいこと言っちゃって。お前がそんなこと言うから対抗しただけだ。星見てる暇があるなら、踏みつきの相手してやりゃいいだろ。踏みにこんなの見せても喜ばないよ。うちからだとね、こんな空の100倍ぐらい星が見える。そうか。天の川なんかね、真っ白、ミルキーウェイっていうのがよくわかるよ。織姫と彦星もこれは超えられないなって思う。らしくもね。
空見上げて、この先にお父さんがお母さんが文がいるって思ってる暇があったら、現物の文付きの相手をしてやれって言ってんだよ。変な意識してるのはお前だけだ。文は、いや、ご家族はいつもお前のことを思ってる。お父さんもお母さんもどん兵衛もラッシーも。だから総一は何も分かってない。分かってないさ、だから言えるんだろ。家族のことを大事に思うんならまず向き合え。あんたなんかに何か言われる筋合いはないよ。私は私のやり方で向き合ってるの。私だって一生懸命やってるんだよ。一生懸命だかなんだか知らねえが、実の妹が田舎から出てきてほったらかしにするのどこが向き合ってるって言うんだよ。だからもうやめて。お姉ちゃん、お兄ちゃんやめて。お姉ちゃん、お兄ちゃんやめて。踏みつき。たちもう喧嘩しないから、だからね、泣かないで。ふみ、悪かった。喧嘩じゃないんだ。俺たちはほら、両方とも口下手だからさ、言いたいことを直に言わなきゃ伝わらねえんだよ。だから、だってふみ、大丈夫だよ。私と総一はね、なんていうか、どん兵衛とラッシーみたいなもんでね、喧嘩しないと落ち着かないのよ。だから喧嘩じゃねえって言ってるだろ。本当？そう。だから心配いらないの。喧嘩してない方が心配なの。じゃあ仲良しなの？もちろん。キスはしねえけどな。うっさいな。するぞ。勘弁してくれ。お姉ちゃん、そういう時は言わずにするんだよ。え？いや、あのね、したいわけじゃないからね、総一。おう、当たり前だ。それより何、ふみ、二人ひどいんじゃない？何？どうして二人でここにいるの？私のことつけてた？あの半分正解。やっぱりフミをお前ん家に無理やり放り込んでやろうと部屋の前まで行ったら、ちょうど出てくるところだったもんでな。お姉ちゃんの夜遊びの現場を抑えてやろうと思ったんだよ。信頼されてないね。ど
だけど、お姉ちゃんがまさか星を見に学校の屋上に登るなんて、そんなこと思いもよらなかったよ。だって田舎じゃ。なくしてから大切さがわかるものってあるのよ。海、ごらん。少ないね。でしょ。それでもこの先にみんながいると思うとホッとするの。お姉ちゃん、総一もゆかりも、それから友達みんなも、みんなよくしてくれるけど、でもやっぱり家族は特別だから。だからよくこうしているの。そうなんだ。お前、たまに夜携帯の電源切ってることあるだろう。あれはこれか。え、ああそうね。あんたの声とか聞こえてきたら気分全部台無しじゃない。ち、甘い愛の言葉でも囁いてやるのに。ただでさえ寒空なのに、ますます背筋が寒くなる。お姉ちゃんとお兄ちゃん、やっぱり恋人同士になるべきだよ。はぁ？だってすごくお似合いだよ。バカ言ってんじゃありません。俺はこんな奴より、むしろフミ、君の方がよっぽど魅力的に感じる。そうよ、私総一の彼女になるぐらいなら、奈良の大仏さんの彼女になった方がマシ。またまた、二人ともテレテレ。テレテなんかない。いつも息ぴったりだよ。付き合ってらんねえぜ。さつき、この小悪魔は責任持って連れて帰れ。俺は知らん。あ、総一。うん、分かった。そうする。いい、踏みつき。今日も総一お兄ちゃんとお一つのお布団でおねむねむしたかったところでごじゃりまするが、やむを得ませんな。じゃあな。そうだ、踏みつき、明日駅まで送ってやる。帰る時には連絡よこせ。あいあいさ。さつき。ん？踏みつきを頼むぞ。そういち、それあたしのセリフ。そうだった。すっかり勝手に兄貴分だな。勝手じゃないよ、そういちお兄ちゃんはお兄ちゃん。サンクス。じゃ、改めてよろしく。だからそれは私のセリフだってば、総一。うん。踏みつきをありがとう。お兄ちゃん、バイバイ。ただいま。ふみつきちゃんは？ジャジャー姉のところへ放り込んできた。それ
番だね。ああ、送っていくよ。あ、一休みしてからでも。いや、星の下を歩きたい気分って言ったら笑うかな。ううん、そんな時もあるよね。